はい、それではやっていきましょうね。次は B の問題ですね。今度は磁場をかけたんだって、全体にね、こういう方向に磁場をかけたんね。こういう方向に、ね、こういう方向に磁場をかけたってますね。やっていくと、今度はこの装置の固定を外したんだって、なる動くって言ってますね。なんでかっていうと、次の今度はっていう第2段落目、今度は磁場中を電荷が移動することによって生じるローレンツ力のため、実験装置が Y 軸に沿った運動をすると言ってますね。まあ確かにこいつがグググって上がってね、プラス電荷がプププって上がってるわけですから、電流磁界の向き力ですから、こういう感じですか、電流磁界の向き力ね。だからこっち方向に力がかかりますね。実験装置はこっち方向に移動すると言ってるわけですね。実験装置はこっち方向に運動する、装置の運動って書いておきますか。運動方向ね。どうしましょう。はい、次ね。で E に答えなさいと言ったわけですね。よいしょ。E、上極板の上昇中、微小時間デルタ T の間に、極板の高さはデルタ Z だけ変化したとね。変化して、装置全体の Y 方向の速度 V がデルタ V だけ変わりましたよって言ってますね。で、次。デルタ T 分のデルタ Z。これが、上極板の上昇速度。速度って言ってますね。よいしょ。で、装置全体のうんぬんってあって、装置全体の Y 方向の加速度がデルタ T 分のデルタ V って言ってますね。これが装置の Y 方向の加速度ね。で、なんで加速度が起こるんですかっていうと、なんで Y 方向に加速度が起こるんですかっていうと、これはローレンツ力のせいだったね。ローレンツ力がかかるから加速度がかかるんですね。OK、だから運動方程式を立てるっていうのはまあそうなんだけど、で求めるのはこれを知りたいって言ってますね。どうアプローチしていきますか、これ。まあでもね、ここに V ってあるし、ここね、V ってあるし、ここに Z ってあるし。で、デルタ T がどっちも分母にあるってことは、こうじゃないですか。ね。ちょっとここちょっとメモっときましょうね、どっかに。間違えちゃった。よいしょ。デルタ T 分のデルタ Z 分のデルタ T 分のデルタ V。ね。で、まあ、立てるのは、ローレンツ力のせいで加速度が起こるんですから、運動方程式は立てますね。装置における運動方程式。装置に応じる運動方程式は、こうなりますよ。装置全体の質量はラージ M ですよ。で、加速度がデルタ T 分のデルタ V ですかね。イコール、
で、上極板の上昇速度、上昇速度がこうやってますね。これって要はこの上極板にある電荷の速度ってことになりませんか。上極板がね上極板がズンズンズンって移動するのさ、ね、デルタ T 分のデルタ Z でこうやって動いてるのさ、プラスがこうやって動いてる。だからローレンツがかかるわけですね。いい？これ大丈夫かな。で、その電荷は Q で、速度はデルタ T 分のデルタ Z で、 G バーの大きさは B ですね。ほら出たじゃん、ね、これはここだし、これはここだし、はい、出ましたね。これより、デルタ Z 分のデルタ V っていうのは、M 分の QB ですね、ってなります。いいですか。はい、よいしょ。じゃあ次だ。E、これが定数であることと Z イコール0において V が0であることを利用すると速度 V は Z の関数としてどうなりますかってですね。うん、 V は Z の関数、ね、V は Z の関数って言ってますよ。で、こいつがしかも定数って言ってます。こいつ定数って言ってて、 V を Z の関数、なんかわかるかな、これでわかるかな。これ要は書き換えちゃうと、これね、これ書き換えちゃうと DZDT イコール M 分の QB と両辺にデルタ T かけてインテグってやってみようか。はい、すると A より DV イコール M 分の QB ね、 QB かけの DT なので、これを積分しちゃいます。で、ね、インテグってやればいいんですよ。すると、より、V イコール、M たすの、QB の、T じゃなかったね。これ Z だったね。なんかおかしいと思った。こうね。で、両辺に DZ をかけてもいい。ね。あ、ごめんなさい。すると なのでプラス C となるね、ですか。で C っていうのが定数ね。定数です。ドドドドドドね、また Z イコール0の時 V は0なので、ね、この式に入れてあげると C は0になりますね。によって、V は M 分の QB の Z となります。装置全体はこんな感じで動いていきますよみたいなね。で次 F だ。 F、で高さが、Z の時の上極板の位置を一定の速度で上昇している時の糸の張力は C で求めた磁場でない場合に比べてどれだけ変化するでしょうかって言ってますね。やっていきます。やっぱり図を書かないことには始まりませんな。上がプラス、まあっていうかここまでは一緒なんだよな。 T がかかります、重力かかります、
で、局番間引力がかかります。局番間引力、うん、だからこれで一回 F でいいな。ね、ここの F はここの F と一緒ね。うん、じゃあもう一つ何かかかるんであれば、磁場から何か力を受けてこっち側に力を受けるんだったら正だし、これだったら負だしみたいな感じでしょ。ねえ、どうでしょう。っていうかこの実験台装置全体はこっち側に今動いてるよね。こっち側に動いてるってことはね、確かにプラスが上方向に行くからこっち側にローレンツ力を受けるっていうのもあるんだけれども、プラス電荷は全体でもこっち側に運動してますね。まあ、こういう感じで運動してるわけですね。こういう感じで運動してる。だから電流っていうのはこっち側に流れてるってわけですね。だから電流自体の向き力だから、この容器全体がこっち側に力を受けるせいでここにもローレンツ力がかかりますよね。これ大丈夫かな。ローレンツ力2にしようかね。ここをローレンツ力1にしようかな。じゃあよいしょね。するとこのローレンツ力2の大きさっていうのは確かに電荷は9で VB ですよね。 V っていうのは こいつの V ね、装置全体の速度、 V 速さ速度どっちだっけ、速度ね、速度で磁場はやっぱり B なわけですから、これ足すこれ足すこれがこうなってる。磁場がかかる場合はね、磁場がかからない場合はこれ足すこれでこうなってる。じゃあ増えた分はっていうとこれだけ増えたねって話ね。よって、変化量は量は9の V をこれに入れてあげればいいですから、 M 分の 9BZ 足すの B ですよね。よって変化量は M 分の Q2乗 B2乗 Z となるわけですか。うん、かな、という問題でした。次行きましょう。G。ね、以下の空欄に当てはまる式を書けと言ってますね。上昇板が Z イコール、Z イコール H に対して上昇が止まると。で、回路を通して放電が始まる。書きましょうね。副板間距離が、なんじゃ、H になって、こうなっていって話ですね。かな、プラス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 でマイナスマイナス、マイナスマイナスってあって、放電中にある微小時間デルタ T の間にの上局番の電荷の変化をデルタ Q ってあるんだけど、増加する場合を正って書いてありますね。めんどくせえですな。でしかも電流をこっちを正にしようって言ってますね。こっち側を正にしようって言ってますね。ね、でしかもそれが DT 分の DQ って言ってますね。で装置の Y 方向の速度 V だ、V の変化をデルタ V とすると、その間にこんだけ電流が流れたと言ってますね。でその比は、いくらですかって言ってますね。同じようにやっていけばいいんじゃないですかね。ダメ？ダメっつったらだけど、まず知りたいのは何だ？デルタ Q 分のデルタ。
メタブですね。ね、速度によってデルタ Q が変わるみたいな感じのことを示唆してますね。まあ確かにそうですよね。こいつがね、こいつがだん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 消えていっちゃうと力がかからなくなるわけですから、力がかからなくなるわけですから、それ相当の、速度の変化はあるでしょうね。ですから、それってさ、どっかにねえか、あ、これだね。え、どういうことですかっていうと、E の E に E の E よりこれをすごく微小時間っていうか、ね、微小量について考えてあげると、まあ無理やり書くとこうなりませんかね。デルタ V、 あ、デルタ V だけ変わるとこんだけ電流が流れたって言ってるわけですから、でしょ。だからこうやって Z を今回 H と言ってこうやることには何の問題はないですよね。いい、なのでデル、あ、D キューブの DV は N 分の BS ですね。これ難しいですね。これ気づくかって話ですね。何のせいで何が起こってるかっていうのにちゃんと因果関係をちゃんと分かっていれば、まあ確かにって感じですよね。問題文で書いてありますよね。デルタ V、A の間に、デルタ V、デルタ T、E の間に、こんだけ流れたってわけですから、こんだけ流れて、でそれが電荷 Q のせい、ね、電荷 Q がいくらか変わっちゃうせいでって言ってるわけですから、まあ確かに、この式は合ってるだろうという話ですね。次、何ですか E のこれは U かで、放電が始まった瞬間、放電が始まった瞬間に、装置の Y 方向の速度と電荷の比は、これでいいでしょう。これほどこれでいいでしょう。ね。ですから、Z イコール、これを E のより、ね。これは V、キューブの V。ね。そのまま素直に書いてあげればいいですね。やっぱり M 分の BH。ってなるわけですね。で、これらのことからコンデンサーが完全に放電した時の、装置の Y 方向の速度はいくらでしょうかって言ってますね。ちょっと書いてみますか。ちょっと状況を整理しましょう。ね。やっぱり使うのは E の E です。より。ここから分かることは、Q がだん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 なくなっていくってことは、V は減っていきますよね。まあ、どうせ減衰するんだろう。どうせ減、なんか、装置は減速しますよね。Q が減少すると、V の値も、減少しますよね。まあ当たり前っちゃ当たり前ですよ。ね。で、これより完全に放電したってことは Q イコール0。なので、この時の V は0なんですよね。な。全てはおそらくここだと思うな。これは大丈夫だと思うんだ。でもこれが大丈夫だったらこれも大丈夫かな。この V は確かに Z の関数でもあります。そして確かに Q の関数でもあるよね。っていうことに注目すると、おそらくこの式も成り立てるんじゃないかな。かな。はい。という話でした。だから、こういうことも言えるわけだ。OK。できますよ。ね、これ最後ね。H。
越はね、優しいですよ。前に述べたように、磁場の影響による、装置全体の運動は非常に小さい。まあ、あってもなくても同じようなもんだと言ってるわけですな。このことを具体的に数値で計算して考えてみましょうと言ってるわけですね。うん。で、Z が H に到達した瞬間の、Y の速度。これを知りたいって言ったわけですね。やってみましょうか。すると、V は M の QB の H って言いますね。ってやると、いろいろ不都合が起こるわけですね。うん、まず Q ってわかんないし、Q って問題文に書いてくれてないでしょ。あ、だから、Q っていうのは、あ、どっかに書いてあったな。まあ、この辺から、ね、遡ってやっていけばいいでしょう。すると、M と B と H で分かってるのね。で、Q が分かりませんよ。Z の、エプシロン O の AV で、この今回 Z が H って言ってますから、H がキャンセルされて、がキャンセルされて、V は M 分の B エプシロン AV。ね。頑張って数字を入れてあげてください。8.85×10−19 じゃねえ。マイナス、さすがに小さすぎるな。-9、メートルパーセカンドと値がなるはずです。かな？うん。これは、H はまあ、まあいいでしょうって話ですね。ポイントは、一つのポイントはまずここだね。なんか東工大らしいっちゃ東工大らしいですけど、ね。この式を、こっからヒントをもらって、これを経由して、こうなんだなって話ね。じゃあ、この割り算ってどっから出てきたんですかって、こっからポンって出てくるんじゃなくて、なんで加速度が起きるの？あ、ローレンツ力のせいなんだな。だから運動方程式を立てましょう、みたいな話なのね。OK？ で、出てきて、こういう値がなってくると。ね。で、この値は確かに Z の関数でもあるんだけど、Q の関数でもあると。ああ、言ってるわけですね。はい。という問題でした。はい。それでは、次の動画に行きましょう。